えー、マサトです。えー、聖書一日一章の時間となりました。今日は、えー、エレミア書の三十九章です。では、早速、えー、エレミア書三十九章を見ていきます。三十八章ですね。はい、えー、エレミア書三十八章です。えー、エレミア書三十八章。さて、またの子、シャファテアとパシフルの子、えー、ゲダリアと。 シャレムの子ユカルト、マルキアの子パシフルはすべての民にエレメが次のように告げた言葉を聞いた。主はワコられるこの町にとどまる者は、剣とキキンと疫病で死ぬがヌカルデア人のところに出ていく者は生きる。その命は彼の分取どり者として、彼のもの,とものとなり彼は生きる。主はワコられる この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。そこで市長たちは王に言った。どうぞあの男を殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこの民のために平安を求めずかえって災いを求めているからです。 すると、ゼデキア王は言った。今、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。そこで彼はエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼はエレミアを綱で下ろしたが、穴の中に,には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだ。王宮にいた苦手人のカンガン、エベデ エベデ・メレクはエレミアが穴に入れられたこと、また王がベニヤミンの門に座っていることを聞いた。そこでエベデ・メレクは王宮から出て行き、王に告げていった。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは、みんな悪いことばかりです。彼らはあの,方にあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。 すると王は悪主人エベデ・メレクに命じていった。あなたはここから三十人を連れて行き、預言者エレミアをまだ知らないうちにその穴から引き上げなさい。エベデ・メレクは人々を引き入れて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古,、えー、着古した着物やボロ切れを取り、それを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。悪、えー、主人エベデ・メレクはエレミアにさあ、 古着やロボボロキレをあなたの脇の下に挟んで綱を当てなさいと言ったのでエレミアがその通りにすると彼らはエレミアをつなで穴から引き上げたこうしてエレミアは監視の庭に座っていたゼいたキ屋王は人をやって預言者エレミアを自分のところ主の宮の第三の入り口に召し寄せた王がエレミアに私はあなたに一言尋ねる 私に何事も隠してはならないと言うと、エレミアはゼーデキアに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞きません。聞きませんそこでゼーデキア王は密かにエレミアに誓っていった。私たちのこの命を作られた主は生きておられる。 私は決してあなたを殺さない。また、あなたの命を狙うあの人々の手にあなたを渡すことも絶対にしない。すると、エレミアはゼェゼキアに行った。イスラエルの番グの神、主はこうせられる。もしあなたがバビロンの王の主張たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の主張たちに降伏しないなら、 この町はカラダ人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、えー、あなたも彼らの手から逃れることができない。えー、しかし、えー、ゼデキア王はエレミアに言った。私はカラダ人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カラダ人が私を彼らの手に渡し、彼らが私を殴り物にするかもしれない。エレミアは言った。彼らはあなたを渡します。 どうぞ主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの命は助かるのです。しかし、もしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉です。身をユダの王の家に残された女たちは皆、バビロンの王の主張たちのところに引き出される。感情、えー、らは言う。 あなたの親友たちがあなたをそのかしあなたに勝った彼はあなたの足を泥の中に沈ませ背を向けてしまったあなたの妻たちや子供たちは皆、えー、カルデア人のところに引き出されあなたも彼らの手から逃れることができずにバベルの尾の手に、えー、捕らえられこの町も火で焼かれるジェデキアはエレミアにいた誰にもこれらのことを知らせてはならないそうすれば あなたは殺されることはない。もしあの、うん、首相たちが私がなったと話したことを聞いてもあなたのところに行きあなたにさあ何を王と話したのか教えてくれ私たちに隠すなあなたを殺しはしない王はあなたに何を話したのか 話したのだと言ってもあなたは彼らに私をヨナタの家に返してそこで私が,死ぬ,ことが死ぬことがないようにしてくださいと王の前に嘆願していたと言いなさい。人たちがみんなエレミアのところに来て彼に尋ねたとき彼は王が命じた言葉の通りに彼らに告げたので彼は黙ってしまった。あのことは誰にも聞か,聞かれなかったからである。 エレミアはエルサレムが攻め取られる日まで監視の庭にとどまっていた彼はエルサレムが攻め取られた時もそこにいたえ感謝いたしますエレミア書の38章でしたこの聖書の御言葉をあなたの心に魂にこの聖書をあなたのもとにマサトの聖書1日1章でした このマサアートの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろし,よろしくお願いいたします。次回の聖書一日一章レビューでお会いいたしましょう。マサアートでした。週明けのパッションプレゼン。シャラム、シャラム、シャラム。